複度とは、主に考古学の用語で、遺構の内部に堆積した土のことを言う。毎度とも言う。複度には、その遺構に関する情報が含まれている場合もあれば、ただ単に流れ込んだ土である場合もあり、遺構の性格や、廃絶過程を知る情報が含まれている。一般的に、複度は、その遺構の廃絶がゆっくり行われたか、またどのように行われたのか、 地下式庫や鎌跡などは天井が崩落したのかということを発掘調査によって知ることができる。通常は、複土にセクションベルトというあぜを残して調査を行い、その土層観察を通して遺構の埋没過程、廃絶過程を推定する。副度には遺構に関する特殊な情報が含まれている。場合とは、例えば火災で焼け落ちたり廃棄された縦穴住居跡には、 その住居に使われた木材が火で焼け落ちて複度に含まれている場合があり、良好な場合は屋根に土や茅が使われていたとか、焼け落ちた順番まで知ることができる。その場合の複度中の木材によって、どのような樹種の木材が、どのような上屋構造で使われたか、また運が良ければ年輪年代と放射性炭素年代測定に使えるサンプルとなる。また軽装や花粉などの微化石で、 当時の環境までわかる場合もある。埼玉県は甲信に所在する吹上貝海塚では、縦穴住居跡が階層で埋まっていてその下から関係に近い瓦原家が出土し、その下は住居の床面まで異物の内層が副土として観察された。それは、住居が構築され、一定期間使用された後、廃絶されて埋まっていく過程で土器の廃棄される場所となり、さらには、 貝の廃棄される場所になるという人間の行動のサイクルの一定のパターンが見られるという吹き上げパターンもこの複度の観察から小林達夫によって唱えられた考古学や発掘調査の現場では複度と毎度は移行内の体積度を表す言葉としてほぼ同義的に使われており例えば下記に挙げた参考文献発掘調査の手引きでは マイドとして記述している。文化庁2010、ピアニッシも93116。このような複度の体積状況を実測して表現した断面図をセクション図と呼ぶ。ありがとうございます。